ナポリオン、ニスペツィアコッパイタリア準々決、コッパイタリア準々決勝、ナポリ対スペツィが現地時間28日に行われた。ホームのナポリが4-2の勝利を収めた。今シーズンのセリエ A はダゾーンで、でもどこでも簡単視聴。1ヶ月無料お試し実施、準決勝進出がかかる一戦。勝利すれば、先に準、勝ち進出を決めたアタランタとの対戦が決定。ナポリでは、インシーニエやロサノ、ポリタ、ノなどが、スタメンに名を連ねた。開始5分、ナポが幸先よく、先制に成功。右サイドからの FK の、コ、レタマオ、最後は、クリバリが決め、ゴールネット、揺らした。続く20分、デンメの浮き玉のパスを裏、抜け出したロサノが受け、右足を振り抜く。ボ・ルは、ゴールネットに突き刺さった。その後な、リは2点を追加し、前半だけで4得点。後半、スペツ、アに2点を許すも、ナポリが4-2の勝利を収めた。リしたナポリは、コッパイタリア準決勝進が決定。準決勝では、アタランタと対戦する。コ、で、準決勝すべてのカードが決定。もう一方の準、勝ちは、インテルと、ユベントスが激突する。準決、第1戦は2月3日に行われる。得点者、5分1、0クリバリ、ポリ20分2、0ロサノ、ナポリ30分3、0ポリターノ、ナポ、40分4、0エルマス、ナポリ71分4、1ジャーシー、スペツ、ア73分4、2アカンポラ、スペツヤ、リョー。